なになになに、いけたいけた、マジいけたいけた、いけたって何、あの配信始まって始まって、おい始まってんじゃん、キングアンドプリンセス、おー始めまして、すげえ。マジで見えてんのこれ、見えてる、インスタライブもう開始してるよ、マジ初めて、マジ登場しました、うわー、え、どれどれ、なになに、どれ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 、あ、これだ、ほら、うわ、ほんとだ、すげえ、うわすげえ、待ってましただってコメント見えてますよ、うん、やばいやばいやばい、うわすげえ、皆さんあのついちょっと前に100万人突破しました、うん、すげえ、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、あ、こっちか、こっちか、すごいいっぱい、もうコメントの量がすごいよ、やばいね、すごいよ、どう初めてのインスタライブ、やばい、やってるけど今、うん、ね、なんかこんな感じのさ、だってメッセージ来てるわけでしょ、うん、今だって40万人見てるよ、ね、今40万人見てる、マジ、もう40万人見てる、わーすごい、すげえ、40万、40万ってさ、信じらんないんだけど、緊張しちゃう、あ、もう40万バリバリ増えてってるわ、 40.67、 ほら、うわー嬉しい、やばくない、これちゃんと髭剃ってる、みんな大丈夫、いやちょっと今生えてきちゃった、大丈夫、生えてきちゃった、生えてきちゃったね、すいません、いやすごいね、すごい、面白い、あ、でも本当にいっぱい来るコメント、生放送やから、うわー、あの第1回っていうのもあって、うん、この衣装、うん、すごいな、ね、勝ち入りしてね、けど番組かっていうぐらいの感じ、そうだよ、なんかインスタライブってさ驚くくらいにちょっとリラックスした感じになるね、なんかカメラがさまた携帯で撮ってるからさ、うん、なんか俺こんな緊張しなくていいかなってくらい、いいのかなってくらい今緊張しないんだけど、あ、いいことじゃない、すごい、だから楽な空気感を出せるよね、うん、だからもうせっかく始めたんでね、うん、なるべくオフに近い子たちを連れ出していきましょうよ、時代感じるよね、この一つの画面でさ40万人近く見てるっていう、いや本当だよね、すごいな、すごい、最後まで、ね、お付き合いいただければと思います、よろしくお願いします、お願いします、さあということで、あの、はい、僕たちね、はい、デビュー3周年迎えましたよね、はい、迎えました、やっと3歳になったということで、はい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 、その今見てくださってる皆さんとその3歳になった記念をお祝いしたいなっていうことで、いいね、いいじゃん、あのバースデーケーキの方をご用意させてもらって、まずスタッフさんにお願いしたらいいよということで用意してもらったんですけど、はい、ちょっと、はい、あれでジンと書いた方がいいですか、ちょっと、はい、ちょっとなんかちょっとチラチラ見えてるんだけど、だいぶでかいよね、そう、でかいよ、うん、いやいや、あのね、ジンがあのカメラの後ろですごいふざけてるんですよ、めちゃくちゃ変顔してるよ、早くケーキ持ってきてよ、したいわそれ、楽しいこれ、はい、ケーキカモン、レンテレンテンテあれやって、いやいや、ローラーついてる、ローラーついてる、2人で持たないで、すいません、初めてなもんでインスタライブすいません、でかっ、でかいんだよ、うん、はい、これ見れる、こんなもん見えてるかな、じゃあオープンしちゃう、これ、あ、見えてるよ、一応 OK よ、これ見せたらやばいよ、見たい見たい見たい、よ、せーの、オープン、すごい、見えてる、斜めしてあげて、斜めちょっと、あ、見えてないか、全部シングルとかよ、いくよ、いくよ、せーの、もうちょい斜め斜め、じゃあカメラを撮って斜め、いや、もうちょっと、あ、いいいい、見える、めっちゃいい匂いだ、カメラちょっとやるか、すげえ、今までのシングルがさ、おら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 、うわー、すげえよ、はい、これ、あ、おめでとうございます。デビュー3周年おめでとうございます。こう来てね、はい、こう。うん、いいじゃない、すごいでしょ、これ。すごい。これはまだ食べちゃダメなの、いや、これまだあかんのよ。ダメなんだ。ちょっと、どうするこれ、ケーキ、ろうそく刺す、ちょっと。やろうよ、せっかくだからさ。いや、これ、どこに刺していいのこれ。何これ。何やこのろうそく。おしゃれだな、ずいぶんしゃれてるの。どこのメンバーからじゃん。先っちょなくね、ほんとだ。いや、ないよ、これ。いや、これ、どっから皆さん。インスタライブ初めてなもんで、ついたの、これロウが垂れてるだけでしょ、つかないな、すげえトリッキーなロウソク、なんだこのロウソク、何このロウソク、あ、先っちょ、やべえ、先っちょ出てきた、先っちょ出てきた、どうやって、あ、けどちょっと溶かすと出てくるわ、おかしい、本当に、あ、そう、そういうことか、この上でやんないとケーキ傷ついちゃう、じゃあちょっといくよ、うん、頼むよ、ほらー、おー、いいね、あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、おいなんで消すんだよ、せっかくついたんだから、今のよ、俺ら、いやいや、違う違う違う、これじゃあみんな均等のタイムでつけない、みんなつけた、ついた、なんで消すじゃあ、じゃあ、これだけで終わっちゃうから時間もてない、刺してからつけた方がいい、刺してからね、じゃあ、刺すみんなで、どこに刺すの、これ危なくない、で、これ3歳だから3本の方がいいんじゃない、あ、じゃあ、そうしよう、どこに刺すか問題じゃない、これ3本か、そこは刺せないから、めっちゃセンス、いやけど、ここじゃない、この、ここと、柔らかいとこ、ここね、ここね、ここで、OK、いけ、刺すよ、おい、来たよ、じゃあつけて、点火して、じゃあ点火いいの、いや、じゃあなんで岸くんのこの斜めってんの、あ、ほんとだ、こうか、岸くん点火して、点火ないぞ、点火ないぞ、なんかある、みんな見てるよ、点火ないぞ、離れて
みんな全然さ、画角に収まってないよ。本当にじゃないんだから。入ってない。入ってない。しか拾ってくれてないから今の。すげえ、今40万人ですよ。コメントなんて書いてある？コメントなんて書いてある？42万人。コメントなんて書いてある？翔くんおでこ。かわいい。おでこかわいい。岸くんの斜め。おめでとう。いやいやいや。ついた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 。3番3番。待ってね。記念すべき瞬間みんなで。よし。やっちゃいましょうよ。ハッピーバースデー、せーの、ハッピーバースデー to you、 ハッピーバースデー to you、 ハッピーバースデー dear King and Prince、 ハッピーバースデー to you、 おめでとう。見て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 、せーの、イエーイ。こちらもよろしくお願いします。何卒よろしくお願いします。やっと3歳だね。やっとね、駆け抜けていきましょう。ティアラの皆さんもおめでとう。おめでとう。ティアラも3歳だから。そうだね、おめでとう3歳。今食べたいねんけど、ちょっと後でゆっくり切り分けたのもちょっとね。一緒にろうそくの数増やしていきましょうよ。おいいな、ロマンチックな。コメント爆発してるぞ。一緒にろうそくの数増やしていきましょうよ。で、最後なんて言うの。ごめん、ディッシュ。緊張してるやん。緊張してるわ。やっぱりね。じゃあちょっと一回。じゃあ後でいただきましょう、これは。じゃあ後でいただきますので。あ、ごめん、想像以上に重たかった。筋肉マッチョの平野さんにお願いしよう、ここは。じゃあ、カイトお座りください。はい。こっち、こっち。どっち？こっちな。ショー、ショーで、ショーで。あ、いい。勝った腕。勝った腕、今。一瞬触ったけど。いや、すごいいっぱい来てるよ、コメント。マジで。おめでとうとかね。今ケーキ食べただって。いや本当だ。みんなも一緒に祝ってくれ。みんなも一緒にケーキ食べたりしてんねんて。わマジで嬉しいね。祝うこと知ってたの？すごいよこれ、いっぱい。わあ嬉しいな。こんな日が来ると思わなかったな。なんかこうやってリアルタイムでね、なんかこうリアクションを感じれるのってやっぱツアーとかなんかそういうコンサートとかっていうだけだったから。本当だね。また会える環境が増えたよね。ね。なんかメッセージでもちょくちょくあるけど、そのさっき20時にこの配信と同時にそのメールで配信してんけど、うん、僕らツアーの方をやらさせていただくことになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ。まあ、引き続き、まあ、感染症に気をつけながら、うん、まあなるべく、うん、ね、広がらないように、そうだね、まあ、最大の注意を尽くしながらやっていきたいと思いますので、まあ、詳細はまたチェックしてみてください。よろしくお願いします。そしてもう一つ重大発表があるのよ。何だ？まだまだあんの？ツアーをやるっていうことは、はい、僕たち、はい、アルバム発売決定しました。ありがとうございます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 。どんなアルバム、タイトルとか、はい、言っちゃいますか？もう言っちゃっていいの？言っちゃっていいよ。はい、じゃあ、おや、どうぞ、誰か。じゃあ、カイト言っちゃいない。何を言うの？タイトル。タイトル。タイトルはですね、はい、リセンスです。イエーイ。よいしょ。多分皆さんポカンとされてますからね。ちゃんと意図があるよね。意図がありますよ、もちろん。これは意図説明よっしゃって。じゃあ、ジン俺だね。まあなんか今、まあなんかリセンスっていう、まあ僕たちが作った言葉、造語なんですけども、これはあのちょっとよく分けるとリアルとセンスになってまして、まあなんかそう、リアルは言っちゃっていいのかな、ここまで。いいんじゃない。リアルはすごいなんか僕たちの日常だったり、僕たちが今多分これ見てもらってる姿だったりとか、まああと王子様みたいなイメージだったりとかがリアルで、センスの方はなんかちょっとまだ誰もやったことがないような、僕たちでしかできない新しい何かみたいなのを組み合わせたものがリセンスです。はい、そうなんです。そしてちょっと勘のいい方もお気づきかもしれんですけど、知らないですけど、この僕たち全員つけてるこのリングですね。シグネットリングですね。これはもうもしかしたら関係があるかもという。関係あるんです。実はね、そういうことなんですよ。匂わせてます。はい、ありがとうございます。結構気になってた人も多かったみたいよ、これ。あ、そうなの。なんかみんなつけてるっていうので。そうだね。めっちゃ可愛い。何なのかは、じゃあもう説明は、まあその時は来るんでしょうね。そうだね、お楽しみにということで。楽しみにしといてください。でも、まあアルバムね、7月21日発売です。7月21日。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そして岸さん、僕たちのインスタのアカウントの方であったんですけど、なんか発表があるんですよね、あなた。発表ありますね。お願いしていいですか。いいですか。発表は、
まあちょっと僕今回何についてですか、まず発表するのは。あの今回 KCQ です。KCQ やらさせていただいたじゃないですか。そうですね、そうなんですよ。本当あれ謎かと思ってた方がいらっしゃると思うんですけど、まあ1回目投稿した時に、まあ、どっちの足をつってるかっていうので、うん、アンケート皆さんからねいただいて、はい、で右足が 40% で左足が 60% という投票をいただいたんですよ、足つってるのあ、ってことは左足つってるんじゃないかなって思ってみんな。そう、だから今日この場でちょっと結果発表していこうかなと思います。あの時のね、あの時の感じを、なんなら今やっちゃっていいのかな、これ。いや、あの時のやつは変わるやつ、多分もうそんなにあの時やったままやるから、うん、改めて見てる、多分ここで初めて見る方いるから今、うん、ちょっと生KCQ。じゃあちょっと真ん中の、あと真ん中に来ていただいて。やった、センター入れちゃった。みんな左だと思ったって言ってるよ。あの、いつもの足釣りの感じと違うから、ね、40万で見てるから。そうだよ。いや、そうだよ。重いよ。40万。あ、みんな左。あの時は。じゃあ皆さん、ほんとどっちが釣ってるかっていうのは。うん、左か右ね。じゃあ、行きます。うん、よーい、KCQ。入りましたー。どっち？どっち？どっちだ？治った？治った、高い上で来た。答え合わせしよう、答え合わせ。視聴者は60、あの左足が多いと思う。左足が多い。さあ、正解発表お願いします。あの時とまんま書いてないですから。じゃあ答えいきます。はい、答えは両足でした。待って待って待って、痛い、分かんない分かんない、めっちゃ腹取ってる、お前めっちゃ腹取ってるわ。いやいや、俺はもう感心してる逆に。え、ほんと？あの時片方ずつしか釣れなかったの、岸君。岸君そうだ、今こうやって両足釣れんだよ。3歳になる頃には両足切れるようになったんだよ。そうだから、俺なんならもう何十万人を騙した男。何十万人、100万人騙した男。100万人騙した男。すげえ、すごいよ。映画作ろう、映画。そうだね、100万人を騙した男。なんかいいタイトルだよね。ほら、怒ってるよみんな。どうありかよ、わらわら。選択肢なかった。逆に当たった人いるのかな。両足わらわら。いや、だって選択肢ないんだよ。いや、当たった人おらんでしょ、これ。私もできる。え、マジなの、そんなの選択肢。私もできる、私もできるってちょっと見たいな。見たいじゃない。え、いるの本当に。ちょっと早まろう。なかなかの特技。ちょっとさすがにこのね、みんなびっくりしてるから、一回謝った方がいいから。俺もちょっとなんか、あ、なんかどっちかなのかな、真剣にやってたから、みんな。だって、いいっすか、謝って。謝る。いいっすか、謝る。謝る、謝る。画角に入って、画角に入って、謝る。いいっすか、謝って。謝りたかったんですよ、ずっと。そうだって、マジで。だってみんな投票してくれてるから、もう、選択肢がなくて。モスターズの初めてだよ。ほら、岸君の嘘つきって来てるよ。まあ、これは良くないよ、ちゃんと謝ろう。ちょっと初インスタライブですけど、ちょっと真剣にこれは、本当に皆さん、足つるのをごまかしてしまって、皆さんを騙してしまって、すいませんでした。入りました。入れるな、そこで。入れるな、そこで、お前。何、最後、何だろう。両足、両足。入ってから。いやいや、けど本当ありがとうございます、この投稿で。いや、でもこれだけじゃないから、これだって、まだやってるでしょ。2回目はさ、あの、ひぎネタどう思いますかってやったじゃないですか。右肘、左肘。あれ、なんですか。あれちょっとごめんなさい、忘れちゃったんですけど。忘れちゃって、見てもらっていいですか。なんなら忘れかけてんだけど、ちょっと皆さんすみません、お付き合いください。一応真ん中でやっていただいていいですか。このコーナー、キッサ真ん中でいいです。真ん中いてんの。いや、岸劇場じゃないですか、これ。じゃあいいんすか。いいよ。じゃあ、ひぎネタどう思いますかって言って、右、左、右、左、どっち、当てて、当てて。どっちが当たるか。はい、右、左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 、ひぎっつってね、左と右。ね、ちょっとね、あのね、これね、あの、映像俺ちゃんと見たんだけど、まあまあガチな顔してたよ。ガチだもん、だってグループ内パワハラ始まってるぞ。すげえムカついたもん。来てるよ、あの、来てるよ、コメントで。あの時のレン君のグーパン笑った。いや、そうなのよ。もしかしたらそこまでメンの顔がね、ガチなのよ。だからじゃあ、まあこれはけどね、びっくりした。アンケートの内容、このネタを面白いか面白くないか、うん、何薬とも来なかったか、ひぎネタどう思いますか、ニヤニヤしたと、まあ、みんな笑わせたかっただけ。どうだったの、結果。グッドバット今回。いや、グッド75だったら大正解でしょ。いや、やって正解、結果グッド 75% ってファン優しすぎるよ。優しすぎる。どこがグッドなのこれ。いや、ひぎのだから優しいんだよ、ね、優しいわよ、みんなね、うん、しっかり見てくれてて、でもちゃんとバット25おるってこと、ここ刻みや。いやいやいや、75の方が勝ってんだから結果的にグッド。あ、コメント届いてますね。何？正直面白くないって。ほら、素直。素直。いや、なんかね、多分厳しい。
うん、この40万人のうち半分ぐらいは多分俺と同じ行動を取ってたね、うんまあ、そうだよね。でもまあそう岸君をさらに好きになるとか笑顔になれたよってやっぱプラスの。いやこれでさらに好きになるんだよ。ぶっちゃけ俺もすっげえつまんないと思うよ。ごめんだけど。けどやっぱりみんなね、うん、元気になってもらいたいからやったけど、ね、でもあれは面白いと思うよ俺。何もう一つの方、もう一つの方 あれですよね、はい、じゃあ3個目にやった景色やってもらっていいですか。まだいいですか。もしかして見れてないかもしれない。俺これ好きなんですよ。あのねお願いします。じゃあいいっすか、うん、急にやってみます。ピョン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 って感じですよね。いやありがとうございます。最高。あのねこれは驚いた俺も。ジャニーズやって初めて驚いた。なんでなんでなんで。結果見て、うん、なんでまあ、クスッときた、うん、59% なんだよね。59、うん、ってことは、うん、ピクリもしないが、うん、意外と 41% もいるんですよ。あんだけ温かいファンでもしっかりちゃんとコメントしてくれてる。肘よりも定番、うん、そう肘よりも評判悪かったってこと。そう評判悪かった。ちなみにコメントで滑ってるでしょってコメントはあります、今のところ、うん。いやだからそうかな、岸君好き。まあね、どちらかというと俺はビヨン派、うん、ビヨン派。多分これ岸君のファンなんだけど、うん、岸君好きなんだけど、うん、これは面白くないって感じ。いやこれは数ある中で、数ある中でこれは面白くない。いやしてみよう。いや大丈夫ですよ、こんな俺だって面白いと思ってやってないですから。だからこれはまずあのチューニングですよ、最初の皆さんのお手並み拝見っていう、そのなんていうの、皆さんの皆さんのリアクションの、自分のじゃなくてまだ初回じゃないですか。この程度のネタやったらどんぐらいの反応が来るんかなっていう。そう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 。だからまだこれがチューニングですよ。やり続けるつもりなの。いや当たり前じゃないですか。まあ、KCQ もそうですけど、僕の中ではもうあの SHQ とか NGQ とか JIQ とか TKQ とかやろうと思ってるから。いやいやいや巻き込み事故。やめて、絶対やるな。それやりましょうよ。だからなんか今後なんかこう一人ずつインスタライブとかもやれたらいいけど。いや確かにどうなってるだからその時にしてもらって、みんなそれぞれのじゃコーナーを持って。いやいや岸君一人でその KCQ やるときは。いやダメだよ、みんないないから。だから俺らがおらんところでやってほしい。じゃあ分かった、次からさまた手出てまうから俺。だからもう嘘でもいいから大爆笑して。いや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 、そんな、さっき数分前に、うん、もっとオフの顔見せていこうって言ったのに、そんな作った顔見せらんない。いやけどね、でもなんかこういうのができるのがインスタなんだよね。まあまあまあ、それからテレビだとオールカットかもしれない。オールカットですよ。オールカットですよ。嬉しかったのは俺こんだけちゃんと、うん、けどバットが多いんだと思って、うん、今までグッドしか感じてこなかったじゃないですか、いろんな意見。皆さん優しいからさ、だから中にはそのバットの意見、これは大切にしていきたい、うん、そして俺がこれを今後バットなくすから、うん、謎にストイックだね。すごいな、なんでそんな KCQ に対して熱量かけれんの。すごいな。いやせっかくのねコーナーいただいたからね、これはもう新までやらさせていただきますよ。お金もらってるとかじゃないそのコーナーで。一応ノーギャラでやらさせていただきます。まあこれからもちょっと楽しみにしてほしい。でも結構いろんな、だってインスタの他にもさ、はい、ツイッターやってて、はい、YouTube, YouTube もやらさせてもらってて、岸、はい、さんなんかツイートしたんでしょ。そうです、太一さんから。太一さん、はい、で太一さんとちょっとコンタクト取らさせていただいて、うん、ツイッターで、ツイッターで見たよ。そうなんですよ。びっくりマーク多かったね。びっくりマークがもう普段のまあ返事をさせていただいたんですけど、うん、太一さん温かく返してくれて、うん、でなんかいいねがね何万もいって、マジ、そう、すごい、何十とかいってね、うん、すごい。その岸さんの返信に対していいねが何十万、何十万、太一さんとの絡みで、そう、まあ、でもさ、はい、あの一番個人的、ごめんさっきの話戻んねんけど、はい、一番個人的に聞きたかったのはカイトの感想のある岸さんの今までのネタを見てきてね、うん、ああ確かに確かに。どう思った、あれさっきのやつでしょ、うん、一通り見てたやん、結構黙って日本とかね、うん、全く思んなかった。えあのね、いやいやいや、やばい、ま、待って、やばいは別に、いや、じゃあインスタライブ、まあいいよいいよ、二人とも話していいよ、みんな見てるよ、うん、何見てるよ、岸君は何、岸君は、ああ言ってるけど岸君は何、じゃあお前なんか減ったことあんのかよ。今や、なんかビヨンの他にあんの、じゃあ会長あるよ、たくさん笑わせてきたファンの人、うん、まあ、そりゃそうだけど、うん、俺から見たら全然だった、うん、あれは今後やるかやんないか、うん、でも本当にやんない方がいいと思う、やんない方がいいと思う、ちょっとごめん、あのインスタライブなのこれ、一応ちょっと、はい、あの
仲悪い感じあんまダメだ。じゃあごめんね、あのちょっと外していい席一回。ごめん、仲直りできるならちょっとしてきてもらって。俺じゃあ席変わろうか。ちょっと、うん、え、これ仲直りした方がいい、もっとやっちゃうかもしれない、うん、いやできればこのライブ中にだけでもちょっと修復してほしいな、ちょっとはけて。いや、ちょっとやろうか、やろうか、ちょっと一回大丈夫、頼むわ、ちょっとやってやるよ、うん、あ、やばいわ、なんか言っちゃった。ちょっとこれ大事やからやっぱ裏ね、まあ確かに、うん、でその間ちょっといろいろあ、喧嘩してるぞってなってる、ね、いや、もうすいません、いやでもね、結構行って、お、大丈夫、ケシやりすぎやって、それはちょっと、おいおい、やめろ、映ってないからって、やめろ、おい、ちょっと、まあ、まあ、まあ、やめろ、お前、年下なのによ、やめて、やめろ、何やってんだよ、リーダーなんだったらもっとしっかりしろ、言い訳すんだよ、やめろ、ビヨーン、バットでお願いします、これはマジで、バットでお願いします、いやいや、まあまあ、初速にしては、初めての、初速ってなんすか、初めてのインスタライブにしては、でもいい出来上がりです、でもちゃんと修復できた感じがあったんだよ、今の、ビヨーン、ビヨーンは無限大、ビヨーンは無限大、ビヨーンは無限大、どこまでも伸びるから、いや、でも伸びしろ好きなの、あれでもビジネス不仲ってコメント来ちゃってますけどね、いやいや、ガチ不仲だよね、ガチ不仲ですよね、たまにガチだからね、だからこういう2人のさ、インスタライブとかできたらちょっと面白いかもね、そうだね、だこれからどんどんいろんなことができると思うんで、お楽しみということで、うん、よろしくお願いします、はい、実はあの今回あの初めてのインスタライブということで、ちょっといろいろスタッフさんと相談させてもらって、初めてだからね、あることを計画させてもらったんです。何ですか、あの何ですの、今ってインスタライブって結構しゃべり中心の ね、 ねイメージがあると思うねんけど、 うん、その記念すべき第1回ということで、はい、企画をちょっとやってみようかな、おお、ちょっと題してやってみましょう、企画題して、題して題せないんで別に、はい、あ、分かった、題します、題して題して、キレの題して好きなの、今言ってて、あ、ごめんごめん、お前飛んじゃったじゃあ振ってや、改めて、じゃあちょっと連の題してまで、はい、3、2、1、9、インスタのプロフィール写真の画像を作りましょう、イエーイ、左上のこれでしょ、そう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 、いやいや、バチーン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 、ハマるからね、このバチーン、そうそうそう、プロフィール写真が今ないやん、ないね、数字のやつだったり、今数だからね、そうそうそう、で、せっかく、せっかくやからちょっと思い出として作ろうぜっていうことで、ただし、その5人でただ撮るっていうのもちょっと企画としてあんまりかなと思ったので、その別室にいろいろな、材料を用意しているので、キングドプリンスってロゴを作って、オブジェみたいなね、うん、オブジェみたいに作って、それで5人で写真を撮ろうかなっていう企画をやりたいと思います。いい、あ、手作りなの、手作りです、僕らの手作りか、創作ね、それがアイコンになります。なるほど、いいね、まあ、記念すべき、ね、アートってことだよね、要するに、そう、ただ5人で一緒に作るんじゃなくて、うん、今から2グループに分かれます、うん、3人と2人ので、片方が作りに行きます、はい、で、もう片方が、質問とかを、あ、やりたい、それもインスタならでは、インスタならではの質問を答えて、ね、それをまだ時間経ったら交代っていう風に作ってって、で、5人が全員作った状態でそれを持って写真を撮るっていう、なるほど、ね、いいじゃん、じゃあ、とりあえず3人に分かれて、どっちかが作りに行ってる間、どっちかがコメントを、ね、そう、だから最初の3人が作った途中から、その次の2人が作るってこと、なるほどね、これどうやって決める、あの、思ったんだけど、うん、MC の人材がいなくなるとちょっと怖い気がするんだよね。いや、岸君、じゃあもしよ、レンとジンが同じタッグになって、うん、俺と岸君とカイトだったら、それ俺のセリフなのよ。ああ、そうはね、確かに。わかるよ。俺もだよ。なんか悪いしね。岸君が言うセリフではないの。いや、けど、しょ、考えて、カイトと俺だけになった時の、やばいね。ああ、なるほど、ね。長いけどね。見ないよ、ね。でも早速。まあじゃあ、公演に普通にさ、グッドパンにしようや、そうしよう、グッドパン、まあ、3人、3人で、うん、オッケー、行くよ、せーの、グッドパンで別れましょう、あー、あー、じゃあ、1人しか、1人しか、1人しか、1人 MC、 マジ寂しいな俺何も作らんけどいい、いや、作れよ、いや、やるよ、せーの、グッドパンで別れましょう、お前、何しない、マジやマジやマジやはい、ミラッちゃん、てんのよ俺、お父さん、ごめんごめん、マジでやばい、グッドパーって言ってるじゃん、ほんとごめん、じゃんけん初めて、ほんとごめん、もう一回やりましょう、行くか、行きましょう、はい、せーの、グッドパーで分かりましょう、じゃあもうね、これでいいじゃん、長い、ごめんごめん、そうだよ、長い、せーの、グッドパーで分かりましょう、決まった、おー、パチーン、じゃあ俺とカイトと、この3人で、どっちからじゃ質問受ける、
じゃあ俺ら先オブジェ行っちゃう？作り行こうか、うん、作り行こうか。だってそうね、カリット結構得意やから。そうそう、そう俺らは得意だけどね、うん、そんなイメージないねんけど。あ、ほんとに。カリットとはちょっと流派が違う。流派が違う。やり方がね、まあどれだけ暴れられても僕らは修復できるから、うん、頑張るわ、うんうん、じゃあ3人はじゃあ別室の、じゃあ行きます。行きます。あっちのでもライブ繋がってるからね。え、そうでしょ。そう、ライブ繋げます、今から。うわやばいね、これ俺とカイトが、うん、じゃあちょっと打ち紙にしたいと思います。いいですよ。ちょっとこっち向けてやる。うん、これできる。これだよね。そう、はい。おい、きたー。あー、すごいね、今って。じゃあコメント読んでいきますか。いくよ。な、質問ある方はどうぞ、してもらって、僕らそれできたら拾うんで。はい、ハートして。なんかハートって何だこれ。押せば押す分だけ飛ぶん、これ。ん、これってやだよ。やめよ。なんてだよ。質問、質問、質問、質問欲しいです。何でもいいよ、好きな食べ物とか。質問してください。何かあるかな。うん、ウインクしてはできないの多分俺ら。俺できるよ。え、できる。うん、ほっぺた上がるタイプなんや。え、何が。貴様はここの貴様っていう。え、でもなんか変な感じするな。やばいね、ムズムズする体が、うん、奥歯が痒いわ。あ、インスタライブ始まる前何してましたか。だってインスタライブ始まる前何してたっけ。何してたっけ俺ら。あ、なんか説明聞いて、うん、場当たりとかいろいろして、うん、で、岸さんが全然理解してないことに焦ってたっていう時間はあったよね。あったね。なんか別に特になんかしてない。何もしてないな。あ、でもね、俺結構楽屋で、うん、ショーと岸くんと誰がファッション雑誌っぽく写真撮れるかって言ったら、それそういうの結構するから。俺らファッション雑誌っぽく、うん、誰が撮れるかっていう。へぇ、あとなんだ、ジョン茅ヶ崎。これは俺もう聞いたからね。あ、聞いた、ラジオ。ラジオ聞いた、レンのラジオ。まさか流すっていうね。いや、ほんとだよ、うん、大活躍はしてたけどね、俺。レン君、ドラゴン桜。あ、ジョン、ドラゴン桜。ドラゴン桜。ドラゴン桜、見てる。見てるよ、見てるよ。5話見た、この前。5話の、この前の5話。あ、はい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 。で、今日6話よね。今日、終わったらすぐなのかな。そうね、だいたい1時間ぐらいの予定だから、うん、これ、でもさ、もし始まったらやめるでしょ、多分俺裏かぶりだから。いやいやいや、それまでに多分。あ、そんな長くはさすがにね。うんうんうん、うん、はいはい。次はあ、じゃあこれ俺読んでいい。いいよ。レン君、朝ドラ決まった時どんな気持ちでしたか。あ、もういっぱいいろんな取材を受けさせてもらったので、そちらをチェックしてもらえると。あ、詳しくは詳しくは雑誌これから始める、はい、いろんな媒体を見ていただけたらなと思います。それこそどんな感じなの、ドラゴン桜の現場は。ドラゴン桜の現場はめちゃめちゃ楽しいよ。なんかそれこそ東大専科のみんなだったり、うん、ヤンキー2人、岩井小橋っていう役で、うん、みんなで集まってて、みんなでシンデレラガール覚えてくれて。すごいね。そう、そのヤンキー役 の、うん、一緒につるんでる2人に関しては、恋煩いとか、メイジーナイトとか覚えてるから。すごいな、ガチやん。そう、今日ね、ちょうど恋煩い全部覚えさせた。カイトが教えてんだよね。教えた、直々に教えた。へぇ、すごい。やってますよ。で、その二人と仲いいねんな。仲いいね、ずっと一緒にいます。へぇ、レン君手振ってたって。すごいな、こういうこともできるのね。ね、うわ、なんか本当になんか繋がってるって感じだね、うん。ちょっとあれっすね、ちょっと外壁に戻した方がいいみたいなので、これ映ってるかな、ちゃんと見ようか。うん、あ、映ってる、映ってる。よし、すいません、なかなかあっちの画面が映らないみたいで申し訳ない。はいはい、もう少々お待ちください。すごいね、これ本当に、うん、39万人か。なんかさ、こういうさ、犬派、猫派とか書いてあるけど、こういう質問ってなかなか返せないからね。確かにね、
うん、今までだったらなんかさ、多分他の芸能人の方とか結構頻繁にやってる方もいらっしゃるわけやん、うんうん、すごいなって思わん？なんかさ、うん、そういう質問とかもさ、うん、なんかエピソードを加えて返したくなるやん、うん、ないもんね別に確かに犬派猫派ですね。そうただ分からんねんけど、ファンの人は別に普通に犬か猫って言えばいいと思う。いいってことなのかな、うん、どうなんだろうね。なんか会話とかのレベルなんかな、もしかして。あ、そうじゃない、だからもうこことここでやり取りなんじゃない、うん、すごい近い。スクショタイムしてやって。スクショタイムって何？来た！あ、来た！できた！来た2画面になったみたい。見てる？見てる？お二方。あ、見えた見えた。行こう。ただいま。よし、作ろう。じゃあ、打ち画面戻しましょう。じゃあ、ちょっとミュートにしちゃいますよ。戻った。はいはいはい。あんなん作るやろな。ねえ。これ、難しいなぁ。スクショタイムってあれだわ。みんなが写真撮るのかな、ちょっとよくわかんないわ。じゃあいっか、うん、これさ難しいよね。コメントすごいたくさんしてくださるから、うん、拾うというか。なんかある？なんでそんなにかっこいいのだって。お、なんでかいと俺も気になる、ずっと。あ、何でお前そんなかっけえんだよ。もう皆さんの感性が美容液ですかね。100点間違いないですーですうん、これ今ってあ、そっか宮司がもうなんかダンベル上げてもボケてきてるわ。もうなんか作ってるよ、もう入ってるね、うん、いやただもうこの3人本当に怖いからね。そうだね、何してくるかやっぱ、うん、一番予想ができん、うん、3人組やからね。これ神宮寺がいるからって安心しちゃダメだよ、ファンのみんな、うん、神宮寺もちゃんとやばいからね、うん、全然危ない人だから。昨日何時に寝た？あ、これ永瀬からの質問ね。ん？あ、永瀬からの。そう、僕からの。俺ね、昨日ね、なんか寝れなくて、うん、なんかさ、友達も見るよとか言ってくれたりとかあった？友達見るよ。あったあった、インスタライブ見るみたいな。あ、インスタライブ、うん、あった。それこそ、あの、ドラゴン桜一緒に出てる東大専科のみんなとかは、あの、今日見るからね、言ってた。いじられんぞ、そう、だからね、ちょっと緊張すんだよねなんかさ、メンバーといるところってさ、そうね、また違うからね。そう、確かになんかね、うん、ちょっと、そう、甘えちゃうから恥ずかしいよね。岸さんが一番真面目に動いてないんだ意外とねいやいや動いてるだけで何もしないからあの人多分考えてる考えてないから、ね、そうやってる風やからね、うん、あ、キンプルの裏話教えてやって。キンプルの裏話か、ね、裏話なんかある？キンプルの裏話かあ、でも終わった後みんなでさ、ね、岸くんやばいって話になったよねあ、そう、ね、あの、ひとりさんとかも含め、うん、いやもうみんなでなんか分かってたもんね、やっぱ芸人さんチームの人たちも、うん、岸さんに振ればなんかおもろくなるみたいなね何かが起きるっていうのはね、うん、そう、なんかやっぱキスシーンとかもやったやん、うん、食われてたもんね、何かがやっぱり全部持ってかれてたよね。そういや、同じグループの中にあの人がいるなんて、うん、強いよね。力、うん、強いけどちょっと本当に負けてらんないって感じだよね。そんな本人は今ナイフ持って何かやってますけどなんか手袋つけて執事みたいに見えます、ね、下の3人がヤバいって感じ。何やってんの？全然見れてないね。安倍さんとかどんな話するの？会長って。安倍さんは、結構喋るようになったの？安倍さんめちゃめちゃ話してくれるし、なんか俺のお父さんとちょっと似てて、
俺のお父さんがちょっと阿部さんに似てるね。うーん、顔が、そう、顔がそうでもなくない、いや似てるって、なんか顔の濃さはさ似てない、で阿部さんをもっとなんか、ね、うんじゃでっかくした感じたくましくね、そうたくましくした感じ、その話とか、うん、お父さん似てますねって、そうそうそう、で阿部さんと似てるねって長澤さんが言ってくださって、うん、でその僕と阿部さんのこのツーショットを長澤さんが撮ってくれる、なんだそれすごいレアじゃないか、めちゃめちゃもう宝物ですよ、へ、いいエピソードそれ、え、ちなみにさ、うん、あのおかえり、うん、モネの現場どうなんですか、あーモネの現場でもさ、なかなかやっぱ同級生とかと集まるシーンが最近撮れてないから、でもみんなでやっぱ撮影中はワイワイしてるよ、裏では、そうなんだ、ひたすらなんか3つを前田小輝くんと俺が喋ってみたいな感じかな、楽しくやってます、こっちも楽しくやってるよ、ね、さあ、ということでそろそろね、はい、チェンジの方、あ、もう、うん、もうチェンジだそうです、もっと話したかった、ね、そうね、ちょっとまあ1回目やからちょっと割とぎゅうぎゅうなんですけど、そうですね、詰め込んでいきましょう、交代していきましょう、はい、来るまで、うん、どんな感じになってんのかな、ね、3人のやつ、りょうちん、りょうちん、はい、いやなかなかいいものが出てきましたよ、すごいのが出てきました、こちらをお呼びください、お仕事ないくらいね、ねもうやっちゃった、ごめんね、もうすごいお仕事ないくらい、じゃあ行こう、行っちゃって、そう、前に座ろう、ちょっともうフリーに座っていきましょうよ、うん、まあじゃあこっちはのんびり出ていきましょう、そうだ ね、コメントに、じゃあコメントもらう、いろいろじゃあください、うん、なんかこう、せっかくだからなんか聞きたいこととかね、あったら、ね、あったらもういいっすよ、ね、なんかありますか、コメントありますか、ほら、なんか翔くんとジン君がめちゃくちゃしてなかったとか、めちゃくちゃしてなかったってな、いや、あれは芸術ですよね、芸術しっかり2人のニュアンス出てたと思う、うまく踊れることを教えてくださいってマジックタッチを、え、翔が教えてる、教えてるじゃん、なんか気持ち OK、あ、ドアップ、ね、ドアップスクショタイム欲しいって書いてある、わ、いいじゃん、これ良くない、やろうよ、スクショで、あの、みんなにスクショしてもらうの、多分どういう顔がいいかもちょっと教えてください、みんな、どういう顔がいい、みんなドアップスクショタイム、どういう顔がいいか、確かにバチン何がいい、バチンがいいの、何の顔がいい、スクショタイムどうする、ちょっと来ないな、じゃあ1個目に来たやつにしようか、うん、何しても何しても、ハート、ハート、ニコニコあって、ニコニコしようか、いくよ、せーの、ちょっと待って、長い、これ絶対待ち受けてるから決め顔もある、決め顔、決め顔もやっとくじゃん、決め顔やっちゃう、やろうか、オッケー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 、いいじゃん、こういうのもさ、こういうのやりたかった、マジックとか使ってほしいよね、あーこういうのなんだ、取れたって、よかった、取れた、取れた、変顔見たいって人いるけど、変顔はちょっと、変顔か、そういう担当じゃないっすからね、すみません、じゃあちょっと岸くん、オンリースクショタイムお願いします、変顔、変顔、いやだって俺、かわいいやつね、かわいいやつね、あんまり変な、行き過ぎないよね、かわいい、ね、かわいいよ、うん、ちょうどいいやつ、岸くん変顔スクショタイムね、まあちょっとさ、あ、みんな、みんな3秒だけね、うん、3秒だけ、マジで、せーの、1、2、3、オッケーオッケー、危ねえ、取られてないね、せー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 え、せーせー、これね、入室されたら困るわ、俺、こっちで、いやいや、もう、マジでもうみんなスクショしてるから、いや、怖っ、あ、誕生日だって、この人、え、誕生日おめでとう、おめでとう、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、ええ、ユー、いや、いいね、しいな、しんどいって、岸くん、しんどい、わら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 、いや、全力で来ないとしたのに、あ、おかしいぞ、いや、翔くんも行こうって言ってくれるのはいいけど、ちょっと全然感じが違います、桜井翔くんの、ね、翔なんで、28日に3人目出産しました、マジで、おめでとう、おめでとう、お疲れ様でした、いやすくすく育ってほしいね、岸くんみたいに、ほんと育ってよ、マジで、勉強頑張れる一言ください、ジーン、そういうの得意じゃないの、勉強勉強、うん、諦めるな、頑張れ、ゴー
ゴーゴー。なんかちょっと違う馬鹿な修造さんみたいな。翔くんのその髪型好き。あ、嘘、ありがとう。特にね、あの、メイクめちゃくちゃ平和だ、だってレン君最高です。岸君即興で KCQ やってほしい。じゃ結構 KCQ の即興 KCQ 需要あるんだね。生 KCQ やっていいよ。なんかやってみるできる今。じゃあ、これなんていうんだっけ、サッカーのこういうやつ。ドリブルじゃない、ドリブル足元見えないけど、ね、足元映んない。じゃあこのちょっと、この足元、じゃあこのシーザスしてる中で、僕はシーザスね。あ、シーザス、シーザス、それだからハサミ。こういう、じゃあちょっとサッカーでいうこういうステップあるんですけど、でこれかけていくんで、このかけていく寸前で僕は、手の形、何してるでしょうかっていう形式球。どういうこと？丸か×、丸か×。じゃあ丸か×どっちか当ててください、いきます。始まります、始まります、形式球、はい、始まってますよこれ。はい、どっち抜けるおどっちだどっちだ、わかんないよ。丸か×かでしょ。何を丸か×か、岸君。あ、手を当ててってこと、手を丸くばっくちかってこと。丸丸丸丸丸じゃん、丸丸丸じゃん、これ丸だよね、みんなね、丸でしょ、丸だよね。じゃあ再現、答え出た。いや、まだちょっとね、これね、時差があるから。あ、でも丸が多いです、丸が多い。三角とかももうさっき岸君に騙されちゃったから。あ、そういうのもあるから、ね、丸丸ばっかじゃん、丸ばっか、ね、いや、だって結構やばい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 、結構丸だった。どっちだ、さあどっちだ。丸が多いよ。ちなみにじゃあもう聞いちゃおうか、答え。みんな丸だよね、多分ね。三角もいますけどね。三角も多いですよ、結構。三角。三角か丸だね。多分×ではないと。×はない。×もあるわ、でも。どうします？じゃあ、岸君、答え合わせお願いします。岸君の。いきますか。はい、座ってください。あ、もうやってください、じゃあもう一回。じゃあ今のスローで始まってます。さっきの答え合わせで、こちらです、答えは。三角おーい、三角でした。三角かよ、またやったら。見た感じ1番リーグの方が当ててた。言ったよ、三角。 KCQ 結構詐欺で、詐欺じゃん。そう、なんか両方とかさ、その選択肢以外のとこ行くこともあるから、行くことしかないの。そう、でも、まあ、ここね、でも だいたい右か左かとかだったじゃん、だいたい両方か、その間のやつ取れば形式は当たる。そういうことだね。ことが分かりましたので、ぜひ次回から楽しみにしていてください。ぜひお願いします。三角かーいって言うと、あ、やった、正解した。